はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、はい、皆様こちらでございます。なんかなんとなくこれ見て分かる人いるのかな、と思うんですけど、これ見てもらったら分かるかな。はい、こちら、まあ2つ、まあこのガシャがあるんですけど、今回ですね、今まで僕はまあ呪術廻戦の塔というものをやってたんですよ。僕自身がプレイヤーとなって、でそのガチャで引いて出たキャラクターといっぱい戦っていくみたいな、それね、今まで僕達成したことがなかったので、じゃあ難易度をぐっと上げて、その分数を減らしましょうっていうことで、今回ですね、5回ずつ引きます。これ、9体入ってるんですよ。9体9体の合計18体あるんだけど、5体5体の合計10体やります。で、その10体と戦って勝てるのかっていうのをやります。で、その代わり、キャラクターめちゃくちゃ強いです。本当に、まずこれ、これが最初ですね。はい、初級です、初級。初級はまあ人とか、まあ特級呪霊とかがいるよ。でもいきなりも特級呪霊たちがいるよって感じですね。ゲットするとか。で、こちらですね。これが結構やばいです。はい、このように。完全体少な、伏黒少な、少な。はい、こんな感じになっております。でもよ。一応進捗は、少なの指まで食べてる状態の、結構、まあ強い状態です。なので、完全体少なにも結構前は勝ってます。五条先生を使えば。だから、この術式、今から術式チェンジャーでね、今こんな感じでいっぱいいるんですけど、こちら、ランダム。こちらを使わせていただきます。で、1回だけ変更ありにさせてください。お願いします。ちょっとそれだけ、ちょっとね、さすがに完全体少なに勝つには、ちょっと一発厳しいかなと思って、まあ一発でいいの出ればいいんだけど、もう一発だけちょっとお許しいただきたいです。はい。ということで、ちなみにこれ前の撮影でこれ、収録になってる状態ですね。ということで、じゃあ行きますよ。まず、戦う術式、まず1個目ってか、これで決まるかも。はい、ああ伏黒くん、ちょっともう1回いいっすか。もう1回いきます。これで決まります。はい、あ、待って、あ、ちょっと待って、長宗は無理。ちょっと待って、長宗は無理です。いや、でもやるしかない。ダメだよな、これもう1回なんて。ダメ、いや、待って、これ動画早く終わるかもしれん。待って、これマジで動画早く終わります。ごめん。終わったらごめん、マジでごめん。ちょっと待って。使ったことないんだが。これ貯めて、こうでしょ？勝てんのかな？まあでもやるしかないよな。じゃあ行きます。はい。ということで、じゃあガチャ引いていきます。ではまず、こちらですね。やばいな、やだな、早く終わりたくないよ。はい。1体目は、まずダコン。では次。はい。2体目、あ、イタドリくん、ありがたい。3体目、ナナミ、いいじゃん。4体目これ多分マキさんだね。いや、マキさん。あー、とうとう。いい当たり、すごい当たり、すごい、見て、避けた、マヒトゲトで、ナオヤも。よーし、いいぞ、いいよ。引きはいい。ガチャの引きはいいので、じゃあこれで、じゃあいきますよ。もう早速。当てるか。あ、待って、雪玉。ちゃんと、呪術師相手に当たるようにね、雪玉をセットしとかないといけない。で、お腹はいっぱいな、ずっとお腹いっぱい状態なのでね。じゃあ行くぞ。待って、ちょ待って、いろんな技ちょっと試した方がいいか。これ溜めて、こうだよね。溜めて、打つ。こう、飛んでく。で、これはまず溜めるんだよね、確か。ここで溜めてから、これか、超新星を打つみたいな。そんな感じだったよね、確かね。超新星を打つと。うん、こんな感じだ。いやー、いけるかー。いきましょう。じゃあ、それでは、スタート！いきなり撃つ。どうだ、火力は。あ、まあ、悪くない、火力。さい、いいぞ。やばい、シルエル、痛い。ちょ、溜めて、超新星。ちょ、いくぞ。超新星、いやー、食らってない。全然食らってない。だったら、痛い。消せ。撃てるか。はい。うえ、あー、びっくりした。あー、でも強い、あー、強い。決戦だ、これ、決戦。いけ、よし、強い、決戦強い、これだ、これしかない。よし、待って、これ板取君ワンチャン、いや、でも決戦使うか。磁力がちょっと足りんくなるかもしれんと思ったんだけど、決戦貯めないと多分そんな強くないんだけど、これもう一回決戦やつ。やばい、痛い、待て、貯めて、決戦。どう、いやー、思ってる食らわね。さっきめっちゃ聞いたんだけどな。もう一回。ほら、一回吹っ飛んでもらって。いや、ちょっとクールタイムがない。一回、もう殴れ。もう殴っちまえ。殴れ。連続パンチの方がいいのか。
ッまで決戦いけ。くそダメか、連続攻撃、何倒れない倒れない、通常攻撃通常攻撃、やばい痛い痛い痛い、めっちゃ痛いめっちゃ痛い、超ダメージ受けたんですけど、ちょまずいまずいまずいってまずいってまずいよまずいよ、ちょっと待って決戦行こう、はい、止める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 、ここ何避けた避けられた避けられた避けられた、まずい、ちょ一回一回痛い痛い痛い、終わる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 、超新鮮、やばい待って全然効かねえじゃねえか、うわガラガラだー、痛い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 、連続パーンチ、避けられる避けられる、連続パーンチ、どうでしょう、ちょっと待って、どっか行けどっか行けどっか行け、ちょっと待って、やばいやばいやばい、どっか行けどっか行けどっか行け、逃げろ一回逃げろ一回逃げて一回逃げて、ずっとどっか行け、あ危ない危ない、まだ負けるわけにはいかんのだよ、まだまだまだ負けるわけには、私はまだまだ負けるわけにはいかん、ほらどんだけ卑怯と言われようが、卑怯とは言うまいな、卑怯とは言うまいな、こっちとら、だってそっちだって遠距離攻撃使えばいいだけじゃないですか、危ない、ではそのまま行くぞ、さあマキさんやばいぞ、もう磁力がない、磁力がない、しかもマキさんまずい、これマキさん普通に強いんじゃないのこれ、大丈夫かなマキさん、いやー移動が速い、スピードが速いスピード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 速い、マキさんすいませんでした、助けて、うっとめうっとめ、こっちくんない痛い、いっと、もう刺激がやばすぎー、終わる終わるかよー、まだ終われねえ、俺は終われねえ、人の夢は終わった、いやーちょっと超層じゃ無理でしたいやいやどうなんだろうな、超層、いや僕の腕が悪いんだろうけど、ちょっとやっぱりあのなんだろうな、そこを打破できる、あのなんかに頼っとけばいいっていうのがなかったっていうのがちょっときつかったかな、なんか基本的にその五条先生だったらさ、なんかそのまあやばくなったら無料空所があるとかさ、なんかあるじゃん、やばくなった時に何とかしてくれるみたいな、そういう技がちょっとなかったからきつかったかもしれない。ちょっと他だと何なんだろう、あーダコンね、ダコンでも面白い、あダコンやったことなかったからちょっとやってみたかったな、ダコンとか、あ違う、あれちょっと待って、え誰だ、ちょっと待ってごめん、あれちょっと待ってごめんねあれちょっと待って、これ どちら様あれ誰？え？ああマコラか、マコラか、ごめんごめんごめん、マコラか、ごめん適応がなかったから、あここにあったわ、俺適応ねえ、適応ないってか、普通に空気砲と、そっか振り下ろし攻撃ね、空気砲かマコラ、普通にダメでしたね、あー少な、いやこれ少な欲しかったな、はい、というわけで、今回は、まあ、超層でしたけど、まあ、でもね、超層は今までこういう機会でしかあまり、多分、使うことなかったので、まあ、当たってよかったかなって個人的には思ってます。はい。というわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様です。バイバーイ。